次の申し出がありますので順次これを許します。牧原秀君、はい、えー。おはようございます。えー、牧原でございます、えー。今日はこうした質問の機会を、えー、与えていただきまして、えー、理事をはじめ皆様には感謝申し上げます。あのー、私はあの元々弁護士を日本とアメリカあるいはヨーロッパ等でやっておりまして。 えー、議員になったときにも、国際戦略ですね国際経済戦略をしっかり進めたいというのが大きな一つの目的でございました、えー、今は亡き中川昭一政調会長がご存命だったとき、政調会長だったときに、えー、実はこの経済戦略をもっとしっかり立てようということで、党内にそういう専門の特命委員を作っていただきまして、教子市の岸さんがあ先生が。 事務局長になっていただいたりしたんですけれども、えー、その時に、要するに EPA、今やってる EPA と、それ以外にもこの投資協定、そして、えー、せんこの間やった税、さ、え、ら、ー、租税ですね。それから、あ社会保障協定。まあ、こういうものをしっかりと組み合わせてやっていかないと、日本はものすごい遅れをとっているということを、実はあ、指摘させていただいた次第でございます。えー、まあそれから、あ まあ十年近く経って、えー、今日、投資協定ですけども今日お手元に資料をお配りさせていただ,いていただきましたがこの投資協定だけでいっても今のところ発行したのは15そして経済連携投資協定、えー、経済連携協定ですね、EPA の方の投資が入っているものをカバーしているもので、えーまあ、10個ということなので、まあ、合計で25です。 えーまあ、かなり当時に比べればあ、2005年当時ですから、まあ、に比べれば進んできたとは思いますが、えー、残念ながら、右のところにあるように、ペルーが2009年の12月に発行して以来、実に3年今日、この投資協定の発行というのは、 なかったわけでございます、まあ、この今日議題になってますパパ・ニューギニア、これ2011年4月に署名したものですから実に署名をしてから2年経って今日ようやくこうして質疑に入りなんとか発行に至ることかどうかということなのでこんなことをやってたら本当にそのシンガポールとか韓国私、シンガポールよりは3週半。 えー、韓国には2週半、日本はこういうところで遅れを取っているんじゃないかと思いますけれども、えー、現場の方が今、この交渉中って見ても、すごいいっぱい交渉中で大変だとは思いますけれども、えー、日本はこれからやっぱり世界で。 我々の素晴らしい技術、ものづくり等々で、しっかり打っていく、あるいはサービスなんかも素晴らしいわけですから。こういうようなところで、環境を整えていくことを、しっかりやっていただきたい。まあ、このように、お願いをする次第でございます。まあ、ところで。まあ、今回対象になっているのは、パプアニューギニア、イラク、コロンビア、クウェート、まあ、日中韓、まあ、それぞれ。 えー、大切だろうとは思いますでか、思いますし、まあ、加速しているという点では、大いに評価できるわけですが、まあ、他方で、例えばあ、南米ということで言うと、このウルグアイなんかは交渉中ってなっておりますけれども、えー、ブラジルやアルゼンチンというのは、EPA も交渉してないし、二国間投資協定も交渉してない。えー、アフリカで言えば、モザンビークは交渉中ですけれども、まあ、あるいは今回の ヒカット等でもガーナ、ケニア等で交渉を開始っていうふうになったみたいですが、えアフリカの中で、例えばナイジェリアとか、 南アフリカとか、まあ、こういうのは EPA も二国間投資協定も交渉の対象になっていない、中東でいえば我が国と結びつきも深いアラブ首長国連邦だとか、あるいは戦略的にいえばイスラエルなんかも検討はできるんじゃないか、まあ、こう思いますけれども、このような交渉を進めているに当たりまして、どういう戦略で優先順位をつけているんでしょうか。大臣でしししょうかよろしくお願いします 外務大臣岸田文雄君えまずあの、まあ、委員ご指摘のように、我が国はこの世界の,この経済成長を、この自らの成長にしっかり取り組むために、この対外、そして対内直接投資の拡大、重視しなければならないと存じますし、そのために投資協定ですとか、 あるいはこの投資証をこの含む、えー、経済連携、えー、こうしたものにしっかりと取り組んでいかなければならないと認識をしております、えー、そしてこの、まああの、こうした投資協定等の,この締結の,この相手国の選定ですが、さまざまな要素を勘、ま、案、あ、しなければならないと考えます。 我が国からの投資実績、あるいはこの将来に向けて投資拡大の見通し、これも重要ですし、我が国経済界からの要望、さらにはこの我が国経済外交の方針との整合性、さらにはこの相手国側のニーズ、さらには国情もこれ大変大きなこの要素になります。こうしした要素を総合的に勘案して まあ、選定とか、まあ、優先順位を考えているというのが現状であります、はい、牧原英樹君、えーまあ、おそらくいろんな事情があろうかと思いますけれどもぜひ、まあ、今交渉中たくさんございますけれども今私が申し上げたような、えーまあ、ブラジル、アルゼンチン南ア、えー、それからあナイジェリア等々の、まあ、人口が5000万人を超えて えー、大変これからも増える可能性もあって、えー、未来が大きい国っていうのは、まあ、あまり特定すると問題ありますけども、ぜひ視野に入れていただきたいと存じます。えー、今、ご指摘をさせていただいたように、えー、この二国間の投資についてのルールを決め方っていうのは、二国間投資協定以外に、現在日本では EPA を 使ってやって、まあ、TPP なんかも交渉に今、7月から実際に入ろうとしているわけでございますけれども、この EPA o e、A、を進めるのか、それとも二国間都市協定をや,ってやるのか、この投資についてのルールを相手国と決めるにあたっては、まあ、この EPA、あるいはあの投資協定、BIT ですねど、どういう戦略で進めているのか、これもお答えください。外務大臣岸田文雄君 ご指摘の投資協定、そして投資省を含むこの EPA ですが、これまで我が国はこの15か国の国地、のカ国地域とこの投資協定を締結し、10か国と投資省を含む EPA を締結しております。 この EPA と投資協定の違いですが、まず EPA の特徴、この最大の特徴は、この包括性ですあの。投資のみならず、えーと、知財ですとか競争ですとか、政府調達、まあ、税関手続き等、この幅広い分野において、この貿易、投資の自由化、あるいはルール作りを進め、 この締結相手国との間で緊密な経済関係を構築すること等を目的としている、これが EPA です。一方、この投資協定は、直ちに今申し上げたような、この幅広い分野,で分野に関して EPA を締結する状況にはないありませんが、この我が国企業の投資先として重要性を有する国との締結を目指す、こうしたことでありますあの。相手国の、あるいはこの地域の状況も踏まえつつ、 この投資協定え、そして投資を含む EPA の締結、まあ、それぞれこの積極的に取り組んでいきたいと考えております。牧原秀、えーまあ樹君。今、答弁をいただいたとおりで進められているんだと思いますけれども、まあ、あの 私はあーこの EPA の話ですね、現在左に交渉中、あの先ほどの資料では真ん中あたりにオーストラリア GCC 等と、えーまあ、交渉中というのが並んでおりますけれども、あのー もう少し、これまで空白だった地区について EPA も積極的に進めていくべきじゃないか。先ほど申し上げたようにブラジル、アルゼンチン等は、えー、メルコスウールというのを作っております、まあ。ウルグアイ、パラグアイとですね。でウルグアイと投資協定を、まあ、交渉中であるということですけれども、果たしてその こういう国に対してウルグアイとの BIT を一番最初に先行させるというのはどれほどの意味があるんだろうか。まあ、それよりは、ああ、もうすでにヨーロッパ、今、交渉難航してますが、メルコスールと思い切って交渉をスタートするという戦略の方が正しいんじゃないか。あの、先日のティカットでも、これはアフリカ南部の地区ですね。 こういう地区のところと EPM 検討みたいな話をしていましたけれどもこのアフリカとも思い切ってそういうようなことを可能性としてやっていく必要もあるんじゃないかもちろん、そこまで至らないようなところとは BIT でまずやって特にモザンビークなんかは当然今、資源が大変あってこれ急がなきゃいけない話だと思いますけれどあぜひそういうメリハリを所長の壁を越えて つけながらああの人員交渉する人員の方もこれ大変だと思いますので、えー、メリハリをつけてやっていただきたい、まあ、こういうことをちょっと提案をさせていただきます、えー、この投資協定の中身にちょっと入りますけれども、えーまあ、いろんなあのことがありますが、今、TPP でも最大の話題の一つになっているのが、まあ、投資家対国家の 訴訟の枠組みいわゆる ISD と言われているものですねこれがあるからこそ日本企業が他の国に行って特にこの投資協定を結んでいる国っていうのはどちらかというと日本が投資を。 したくて相手の国家としては何か勝手なことをされてしまう危険があってそのリスクをヘッジするためにこういう紛争解決協定を結んどくっていく手続きを結んどくということだと思いますがえまあこの TPP で反対をされている方の多くの方が日本国家が訴えられることを非常に懸念されているという状況にあります。こ、まあ、これはアメリカがが対象国国家家ととしてて入っいいるからですが当然こういう isd を結んだ場合に 今はそういうい国家の投資家から日本が訴えられる可能性というのはあるわけです、えー、まあその際に一体国家が訴えられた場合、この紛争は誰が担当して、そして例えば訴訟費用みたいなものは誰が負担するということになるのか、ちょっと手続き的な話ですけど教えてください外務省大臣官房、正木参事官。 先生ご案内のように、日本は1978年以降、国家と投資間の間の紛争解決手続きを含む投資関連協定を締結していますが、今までのところは日本が仲裁を提起されたことはございません。仮にです、ね、国際仲裁を提起された場合には、当該仲裁にかかる費用の負担を含め、関係省庁において適切に対応していくことになると思います。 この関係する省庁がどこか、あるいは費用負担がどうなのかという点につきましては、まさにその国際仲裁の案件に応じて異なってくると思いますので、現時点で断定的に申し上げることは難しい状況でございますが、いずれにせよ、政府として適切に対応してまいりたいと思います,す牧原英、えっ君、と、ごめんなさい、今の話はあの、何々省が負担をするとかいう話ではなくて、 あの国家として負担をするのか、あるいは場合によっては民間の人が負担をするということもあるということですが、ちょっともう一回教えてください松木康大臣官房参事官えと。今申し上げましたのはあの、どこの省庁が負担するかという点についてはです、ね、あの案件によるんで、あの今申し上げないということですが、当然のことながら、これ、国が被告となった場合には、国がその費用というものは負担することになると思います。牧、はい、原秀樹君 あのおそらくそうだと思うんです、それで、えー、要は国民の税金があこの訴訟国家として訴えられた場合ですから、まあ、訴訟費用になるということになると思いますがあの例えば今あ、このルールに入っている e クシ i d はワシントン DC にあります、したがって、えー、この e クシ i d にです、ねえーまあ、責任は多分、外務省の、えー、紛争の関係の人 そそしてその関係する分野の省庁の責任者の人あるいはさらにそれが複数にまたがれば複数省庁の担当人,人みたいなが人がついてそして、会議をしながら準備書面を作ったりしてやるで、出張にこう行くわけですね。でししかかもこれ仲仲裁裁ですからら人を選任したら その仲裁人の費用もおそらく負担がかかってくるということになります。これ結構有名な弁護士なんかがついてますので、あの高いです、正直。それから、えっ、ー、と、日本語じゃなくて英語になる可能性が大きいので、えー、アメリカの弁護士なんかを雇って、専門家を雇ってっていう可能性があります。えーまあ、こういうような非常に費用も莫大にかかる可能性もあるというようなことも含めて、 やっぱり一応、特に TPP に関してなんですけども、この ISD について非常に不安感が。 大きいということもありますので、えー、ぜひ、あの、起きるぐらいだろうと、起きたら、あの、今言ったように、その時考えればいいんだみたいじゃなくて、それなりの枠組みをおしっかりと考えておいていただきたい。予算も例えばどこから出すかということも含めて、えー、考えておいていただかないと、TPP の時に ISD について説明できないということになると思いますので、よろしくお願いを申し上げます。えー、で、この ISD について、 私はあの専門で WTO の紛争を実際弁護もやったことが、政府でやったこと、やってたんですけれども、まあ、WTO の紛争解決手続きっていうのは、歴史的に見て最も国際紛争の解決手段として成功した手続きであると言われております。まあ、その理由はいくつかあるんですけれども、まあ、その大きな理由の一つは、一審はアドホックに、つまり紛争が起こったら、三、えー、人のパネルを パネルを、こう、その時その時に応じて、えー、ピックアップして決めるということなんです。これは、あの、いわゆる仲裁と同じです。もう一個は、その上に上訴心があって、えー、アピライトボディっていうのがあるんですけど、これは、えー、7名の、もう、えりすぐられた、まあ、この人が、 いわゆる最高裁裁判官みたいな形なんですが、えー、ならばもう本当に納得ができるという7人が選ばれていて、えー、上訴するとその7人のうちから3人が選ばれて決めるという仕組みがあって実際、過去にもパネルで決めたものが上訴でひっくり返っているという例は少なくありません。 この二審制になっている、あるいは三審制、日本国内裁判三審制ですけれども、なっているということが、紛争当事者にとっては安心感を与えることになると思います、しかし、現在のこの投資の紛争解決手続きというのは、えー、残念ながら、一回やったら終わりということになると思いますが、まず、その一回やったら終わりということになるということについて、まあ、その通りかということと、あその通りであるか。 えー、この辺について、ちょっとどう考えているかについてお答えください増木康大臣官房参事官。ご質問の点でございますが、先生ご指摘のとおり、国際仲裁である投資仲裁はです、ね、WTO の仕組みと異なりまして、上訴の仕組みはございません。 これはあの仲裁におきましては、紛争当事者が自らの事情に理解のある仲裁人を選定する一方で、仲裁人が下す判断を受け入れることをあらかじめ約束するということにより、迅速に事案を処理することを可能としており、その意味で、えー、合理性を有する制度であるとは考えております。槙、はい、原秀樹君あの、これね、実際やってみればよくわかるんです、私も仲裁何回もやったことあるんですけど。 仲裁は、一人はこっちがいい人、一人は向こうがいい人を選ぶんですね。その人がやる分には納得できるんですけど、三人目っていうのは、だいたい合意できないので、その紛争の主体が、指名するっていう形になります。しかし、その人が、ああ、この人、いいねと思うことっていうのは、必ずしもそうじゃない場合がある。特に負けたら、あいつのせいだってことになるんですね。 で特にこの国家が訴えられる場合というのは WTO と同じで非常に大きい話です、だから TPP の ISD にあれだけ多くの方がご心配されている話なので私はこれを機にこれだけその世界に投資に関する紛争が広がっているわけですから、まあ、DC にある e x i ドにすべてを委ねるんじゃなくて、まあ、そのことも、まあ、あの国連ルールも適用可能なんですけども、えー、日本からこの上訴審のようなものを設置すると。 ということで、えー、一回提案してみたらどうかというふうに思います。えー、まあ TPP の枠内だけでも、例えば12カ国なら14カ国から一人この人が一番詳しいという人常任の人と出しておいて、で、えー、アドホックではなくて、えー、こう、えー、当事国以外の3人が選ばれて、えー、上訴を受け付けるような仕組みを提案したらどうか。 というふうに思いますので、ぜひご考慮のほどよろしくお願いします、最後ですが、この国家が負けた場合に、その国家がやらないという場合があるんですね、これは実は WTO でもありまして、WTO の場合にはリタリエーションという、つまり制裁措置を打つことができます、日本もバード修正法案というもので、アンチダンピング税について不当な手続きがあって、アメリカ負けたんですけれども、も撤回しないで。 これ私が担当していたんですが、日本が初めて制裁措置を打ったということがございました、結果、相手にプレッシャーがあって撤回するということになるんですね、この投資協定の場合でも、相手国が敗訴しても、これを守らないと、俺はお金払わない、まあ、例えばルール変えない、こういうふうになった場合は、どうなるんでしょうか、お答えください。正木康大臣官官房参事官 あのご質問の点でございますが、投資協定に基づきます救済定の判断につきましては、もちろん国際約束でございますので、それに従って、定約国は誠実に履行する義務はおりますあの。なおですねあの、執行を確保するためのメカニズムとしましては、あの先生ご案内のとおり、エクシード条約、国家と他の国家の国民との間の 投資紛争の解決に関する条約に基づく仲裁ということでございますれば、その条約の締約国は仲裁判断を自国の裁判所の確定判決と見なしてです、ね、それによって課せられる金銭上の義務を自国の領域内で執行することは約束しております。まあ、いずれもしましても、こうした点も踏まえつつです、ねえー、我が国としましては、投資協定に基づく義務が誠実に事実されるよう、相手国に働きかけて、えー、まいりたいと思います。 今のことも理論的にはその通りなんですが、現実、あのアメリカや、えー、いくつかの国で WTO のルールで負けても守らないという例、皆さんもいっぱいご存じだと思うんですね、でこれ、守らなかったら意味ないわけですから、その辺先ほどの例もそうですが、実際に起きたらどうなるかというシミュレーションをしっかりと組んで、そしてそれを説明をしていただくことを、えー、もっとしっかりやっていただきたい、このことをお願い申し上げて、えー、質問を終わらせていただきます。